あの足すんごい癒されるんですけど。標高1200メートル、長浜にやってきました。松本市から、上高地に抜ける途中のところですね。ちょっと絶景というかね、穴場的なところがたくさんあるからご案内できればと思います。今農作業して来られたんですか？はい、今日花壇の整備で、花壇の周りの草刈りをしてきました。あ、すごい。完全に農作業スタイルで。この川を追っていくだけでもすごい楽しいですよ。あの足、やばい。おお。大丈夫です。すごい水の量ですよね。この量が本来は下に入ってくる。ここに滝が見えます。この道を歩いてるだけでめちゃめちゃ癒されてます。長野からは出たことがなくて、長野からもう少し北の方で生まれ育ったんですけれども、うんうん、長野に来て一番驚いたことの一つは、もう星が見えすぎること、うん、はい、星がもう見えすぎて星座がわからないぐらいな、マジすか、本当に驚きました。それはすごい、はい、なんかどの道をこう通ってもすんごい癒されるんですけど、やばいですね。ちょっと俺も午後だったんですか、参考にさせてもらって。ぜひぜひ、はい。乱獲はしないんで。急に人数が増えましたね。あ、そう、さっきからね、すごいウドが多いんですよね。すごいたくさん、どこ見てもウドばっかり生えていてびっくりですね。どこだったら歩きやすいかなと思って、雨降りやすいから、結構どこもかっこいい。おお、やぶこぎですね。普段こんなに出ないからね。そうですよね。あ、出てますね。本当だ本当だ。まだ細いね。この小さいのがコブなんですよ。これがこの小さい、まあこれ種なんで、これがね、大きくなってこれ黒っぽい小豆玉より大きくらいになるんですよね。それをできたらこの葉っぱ食わないんで、でこれを葉っぱ取って、まあ水コブがあるとしてですよ。はいはい。そうするとここにコブがついてて。はい、これをね、天ぷらにして食べるとまた最高、最高。なるほどね。藤子もね、8月の終わりから9月の中旬くらい、9月頃かな、そのうちね、落ちちゃうんだよね、ポロッと。落ちる直前に収穫して、取って、一番長く食べられる山菜かな。ここでね、木曽馬を飼ってたんだよね。マジですか。馬を飼って、上に牧場があってね、今、馬になっちゃったんだけどね。怖いな、うん、のからほら、ちょっと頭の方天ぷらとか美味しいじゃんね。そうですね。昔子供の頃はね、学校の授業としてね、わらびを取りに行くの、1日かけて先生たちと地元の保護者が引率してわらびを取って、PTA の資金にするために売るんですよ。今子供たちはね、本当に少なくなっちゃったんで、大人たちが主に取ったりもしてるんだけどね、昔はもうそんなことばっかやってましたね、はい。いただきます。おいしい。
これが、板取り。お、うん、歯ごたえがめっちゃありますね。美味しい。こちらがうるいですね。いただきます。あ、山椒が乗ってる、うんうん、美味しい。お、つけて、このぐらいでいいですかね。いただきます。お、これは美味しい。俺の友達はこれ悪夢って言うんですよ。ジェフが謝りの悪魔なんですよ。Oh.